皆さんこんにちは、斉藤マキセルと申します。今回はモッドマップタイニアステラの実況なんですけど、このタイニアステラシリーズの確かパート4かなでブルードマザーと遭遇したんですけど、今回はねとうとうそのブルードマザーと戦っていこうかなと思っております。ということで、まあ前回の動画からね、もうこのブルードマザーと戦うべくめちゃくちゃ準備してました。まずこれスピノがね 1,2,3,4,5,6,7,8 体、8体のスピノとそして6体のテリジノ、計14体の戦う生物を用意して、ほんでねちょっとこの上にもね結構自分が撃てるスペースがあるので、ちょっと俺は上からこのラベジャーに乗って撃っていこうかなと思ってて、ここをね降りていくとあそこにはね崖用プラットフォームが置けたので、崖用プラットフォームを置いて、ほんでねこの上にはなんとちょっとバリスタを置いて、結構ね万全の準備を期してちょっと戦っていこうかなと思ってて、あとはねおっと、ちょっと下でブルードマザーの声が聞こえますけどもいるね、下に結構近い距離でいるけど、ここにもねプラットフォームを置いて、でここにも一応バリスタで撃てるようにしたっていう、まあこんな感じで、まあ生き物をまあ低温ポットで上から投下して、でそいつらにタゲ取ってもらってる間に俺はこういうバリスタとかで撃ったり、あとはまあロケランと、あとポンショかなっていうのをまあそれなりに持ってきたから、まあこれでなんとか勝てんじゃねえか。うん、まあブルードマザーやから、まあ当然体力が何十万とかあるような相手やから、なかなかねきつい戦いにはなると思うけど、まあこれだけ用意したら勝たしてほしいね。うんよし、ほんじゃあちょっと早速やっていこうか。この辺に置きたいよな。この辺に生き物を投下してやっていこうか。残念ながらね、ここ生き物投下できる場所が、まあ、あっちからやっていけるかな。いけるかもしれんけど、スピノとかって結構でかいから、そこの入り口通れんくてさ、低温ポットでやっていくしかないんよな。さあ、では召喚していくか。いけ!スピノサウルス!こういう感じで、とりあえず召喚していく。ちょっと待って、おっ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、バカ、あー、待って、ちょっと待って、なんで落ちてんねん、やばい。ちょっと待てよ、戦っちゃってるな、やばいな、もう召喚するしかない、ちょっと待って、怖すぎる、ちょっと待って、俺生身か、いけ、やれ、よし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 、いけ、いけ、おお、怖い怖い、ちょっと俺上に帰りたいんやけど、あ、ラベジャーも落ちてきてるやん、一回上に戻ろう。さあいけるか、あ、撃てる撃てる撃てる、よっしゃ、いけ、バリスタおら、いけ、よっしゃ、いけ、おお、めっちゃあっさり終わったちょっと待って、あっさり終わっちゃったおお、こんなに用意したのに。え、マジで?お前らめっちゃ強いやん。ブルドマザー討伐いたしました。あ、いけてもうた。ちなみに体力どうなってます?体力が、あー、結構減らされてるな。あ、でも結構いけたな、意外と。なんかシングルプレイヤーとか入ってないからさ、厳しいかなと思ってんけど。思いのほか、テリジノとスピノが強すぎたな。意外と、あっさり倒してしまった。ちょっとね、さすがに消化不良感強かったからさ、こんだけ用意したのに使えんかったから、一回ね、デストロイコマンド使って、野生の生き物全部、なんか、殺して沸かせるやつ使ったら、ブルドマザー。湧き直してました。よかった。よっしゃ。ほんじゃ、ちょっと、もう一回やっていこう。今度はこのラベジャー以外は使わんと、このバリスタとかだけで倒してしまいましょう。と言っても、ちょっと難しいのがね、これ、角度がきつくてさ、
ちょっと厳しいかもしれへんけどな。大丈夫かな？これ生き物でタゲ取る前提でのなんか位置やからさ。ちょっととりあえずこっちなら当たるかな。よし、いけ！当たった。よっしゃ、オッケー！あ、結構食らうな、バリスタ。えい！えい！えい！あ、強っ！なんかダメージが入りやすくなってんねんな、これ。ボスのやつより。だからや。ほんでなんか結構ダメージ食らってんねん、これ。なんか、だから想定よりも簡単やったっていう。ちょっとバリスタだけじゃなくて他も撃っていくか。おれ！おら！おら！めちゃくちゃバリスタが刺さってる。これ下行った時は、こうやって、ポンショで撃っていく。あとロケランも一応持ってるからね。ロケランも、ぶっ放していきますか。おら！お、ついよ！つえ！おら！いや、いて！あー！ちょっと待って、やらかした！下向けすぎて、ロケランで自滅してもうた。ちょっと気ぃつけなあかんな。さて、気を取り直して撃っていきますか。おら！あと、バリスタ強いな、これ。めちゃくちゃ強いな、これ。こんな強いんや、バリスタって。バリスタで森撃つの。知らんかった。こんな強かったんや。めちゃくちゃ強え。なんか、やってるゲーム変わってるな、なんか。なんか面白いな。ほら。くそ、下潜られたか。なんか当てれる位置ないかな。あ、やべ！あ、やべ！あー、待って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 。危ない危ない危ない。あー、危ない。危ねえ。よし。登れ登れ。危ない危ない。うおー、下におる。怖え。もうこっから撃ったるか。おら。どういう状況になってるこれ。おもろいな。挟まってやがる。やべ、ちょっと危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ。危なかった今。ふぅ、乗った乗った。あー、なんかガタガタしてる、ガタガタしてる。あ、そうか、外してないんか。危ねえ。うー、近い近い近い。あー、当たってもうた、当たってもうた、助けて。ちょっと待って。ドライやってる。一人称やとちょっと見にくいな。こうなってるのか。うわ、ちっこ、むちゃくちゃ近い。目と鼻の先にいる。もうこっから撃ったるか。おい、うら、うぅ、いない、え、ちょ、あ、やば。うん。ああ。うん。危ねえ。戻ってこれた。危ない。よっしゃ。やばい、ここ隙間空いてる。ここ隙間空いてる。ちょっと待って。やばい。ちょっと直ちに上に行かんと。危ない。危ねえ。危ねえ。ふぅ。ああ、危ねえ。怖すぎる。ふぅ。危ない。よし。戻ってきたぞ。あ、おった。おら！刺され！どこ行こうとしてんねん、あいつ。ちょ、ダメージ回復してへんから大丈夫かな？よし、当たってる。よし！いけいけいけ！しかし、ブルドマザーはなんかこうやって上からさ、撃つこととかあんまりないからさ、なんか新鮮で。めちゃくちゃ面白いな。ここのフィールドすげえ面白いよな。いや、しかし、生き物使ったらあんなに簡単やったのに。こうやるとなかなかきついな。普通に。ただこれ、バリスタ補給したけど、バリスタが強え。めちゃくちゃ強え。かつてこんなにバリスタの森が強く感じたことがあっただろうか。そして下に潜ったら、このポンショで撃っていくと。いや、しかし、全身穴だらけなはずやのに、こいつ全然落ちひん。強すぎる。おし、おっしゃー、やっと倒したー。よっしゃー。ブルドマザー討伐完了。きつかったー。生き物でやったときあんなに簡単やったのに。やっぱ生身で武器使うとはいえ、だいぶきつかったな。
そしてなんか戦利品手に入ったな。さっきもケツある手に入ってんけど、今回はギガノト手に入ったわ。何気に結構いいサドルくれる。ということでいかがだったでしょうか。今回ね、このブルドマザーをとうとう討伐したんですけども、いや楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったわ。まあ1回目の方はさ、結構わちゃわちゃしてて、しかも生き物が強すぎて結構あっさり終わっちゃったんやけど、2回目の方はね、まあ生き物なしで生身で重火器のみで、あとバリスタとかかを使ってっていう戦い方やったから、普段ね、なんかのブルドマザーと戦う時とはまた違った楽しみがあって、めちゃくちゃ楽しかった。特にバリスタがあんなに強いと思ってなかった。なんか正直ちょっと雰囲気がいいから置いてみたんやけど、なんか思った以上に使えて、なんかそういう新しい発見もできてよかったわ。うん。ということで今回このブルードマザーを討伐したことによって、現在テスト配信中のこのマップタイニアステラのできることをほぼ全てやってしまったのかな。だからね、今回でちょっと一旦タイニアステラの実況は終わっていこうかなと思ってます。ただこのマップね、まだまだできてないとこがいっぱいあってさ、それこそ砂漠とか雪山とか、なんかオーソドックスなマップとかもないし、あとはこのマップの目玉である地下世界と、あとこのモッドマップ限定のモッド生物、その辺もね、なんか後々追加されるみたいなので、またね、追加されたら実況再開していこうかなと思っております。それではまたタイニアステラアップデート後にお会いいたしましょう。またね。